第2、鳥居沼名前神社は、広島県福山市友町町地にある神社。式内社、旧社格は国平商社で、現在は神社本庁の別表神社。友木恩宮の別称と共に、祇園んの通称がある。祭神は次の二柱。現在の沼名前神社は、明治に、し森神社、友木恩宮を合祀し、 演技式神明帳の記載に倣って、沼名前神社と解消したものである。神社側では、私森神社が演技式神明帳書祭の式内社で、同社が現在に至るとしている。現在の祭神二柱は、それまでの各社の祭神である。私森社本殿法祭以前の旧社殿。社殿では、私森神社の創建に関して、第14代。 中愛天皇2年に神宮皇后が西国に向かった際、当地の霊石に渡積命を祭りイロ安全を祈ったことに始まるという。そして基都に際し、渡積命の前にいつの高友を報じたことから友の地名が起こったとも言う。平安時代中期の演儀式神明朝では、ビンゴ国沼熊群に沼名前神社として式内舎の記載がある。 同調では、読みは、沼崎、沼熊の二節がある。その後、この式内者は、所在不明となっていた。近世以後の交渉で現在は、私森神社に否定されているが、友にあるのか、時代も明らかとなってはいない。近世には、私森神社は、猿ヒ彦人、船玉命を祭人としていたという。元は、ご地平村もしくは友の関町にあったとも言われ、 慶長年間に、祇園社の境内者として、現在地に潜座したと伝えられる。明暦年間には、藩主、水野勝貞によって社殿が再建された。神社側は、友祇園宮の創建については不詳であるとしている。天朝年間の創建とも、光源年間の感情によるとも伝えられる。祭神は、現在同様素産、なる命であった。元は、 友の石町に鎮座していたが、慶長4年の火災で消失し、現在地に遷座したという。この友義恩宮を、ビンゴ国風土器一文に見える、駅ミ国社にあてる説もある。当社は、友のうぶすながみとして数形され、福山藩主からも多くの寄進を受け、社地も有していた。近世以降の両社の経緯は次の通り。社殿の舞台社殿前に建てられている石道路は、 江戸時代の慶安4年に、福山藩三大藩主の水野勝貞から寄進された、ものである。総高3.24メートル。六角形の台座の上に、直径47.4センチメートルの差石、さらに中体、火袋、火災紙、宝珠が置かれる大行なものである。近世諸島の社前検討としては、標本的な灯籠であるとして、 福山市指定重要文化財に指定されている。境内の八幡神社隣には20個の力石がある。これらはすべて加工岩製で、楕円状、重さは 230kg から 118kg で、ある。各石には、名があり、うち製作年代がわかるここは、天保15年から安政5年である。友は、海運の町であり、祭礼の場で力を競い奉納したものとされる。 これらの力石は、近在の住吉神社の3個と共に、友の都の力石として、福山市指定有形民族文化財に指定されている。また、本社社殿の一段下には、桃山時代の能舞台が建てられている。舞台の構造は、桁雪一軒、張間一軒、一重、霧妻造り、妻入り、小ら吹き。元は、伏見城内にあって、 豊臣秀吉も愛用したという組立式の舞台であり、福山藩書大藩主の水野勝成が、現在の福山城伏見櫓等と共に二大将軍、徳川秀忠から配慮し、福山城に移設したという。万次年間、三大藩主の水野勝貞が、当社に寄進した後、原文三年に現在見られる固定式に改められた。組立式の様式は随所に見られ、 各部材には番号、符号が振られており、戦場にも持ち運べるものであるとされる。正面の鏡板に描かれる松と竹は当初よりの絵である。ただし、現在見られる橋がかり、楽屋等は当時の建物ではない。この能舞台は桃山時代の特徴を持つ貴重なものであるとして、国の重要文化財に指定されている。境内災下段に建てられている。 第二鳥居は、江戸時代の寛永2年に、水野勝重が、長子の誕生に際して、この健康を願い寄進したものである。形式は一般に見られる、明人鳥居であるが、笠木の先端は丸みをつけて反り上がっており、さらに鳥薄間が乗せられた独特なものである。先端を反り上げるのは、肥前鳥居によく見られる形式であり、鳥居の柱にある、大工肥前の住人。 中島弥兵の名との関係が指摘される。この鳥居は、広島県指定重要文化財に指定されている。境内社左手から八幡社、ヘッツイ社、彩社、松尾神社、稲荷社、地主社、五福島社、牛虎社、渡し森社、五国社。所在地開門時間交通アクセス周辺。ありがとうございます。